こちらではですね、まもなくトランプ大統領がイベントを行うという情報が入っています。ホワイトハウスの周辺にはですね、トランプ大統領が移動するような雰囲気はなく、今のところですね、予定通りホワイトハウスで行われる見通しだと見られます。トランプ大統領はですね、集会の場では勝利宣言こそしないもののですね、非常にうまくいっているとアピールすると見られています。はい、高間さん、確認ですが、日本時間の正午からトランプ大統領集会を開くというふうに伝えられているのはホワイトハウス内で行われると見られるということでよろしいでしょうか。そうですね、こちらのホワイトハウスの中で行われるということです。おそらくイーストルームと呼ばれる大きな部屋で行われると見られます。ですからここからではですね、その様子は見えません。高場さん、ホワイトハウスの前、これまで反トランプの人がいっぱい集まっているという話でしたけれど、トランプの支持者という人はその辺あたりにはいないんでしょうか。はい、実はですね、先ほどですね、トランプ大統領の支持者が数人現れました。しかしですね、すぐに反トランプ派の人に囲まれて押し流されるようにしてどこかに歩いていきました。そのような小競り合いが起きました。そしてですね、今の状況なんですけれども、このホワイトハウスの前に華やかなオブジェが飾られました。ここにはですね、子どもたちの写真が飾られています。実はですね、今話を聞いたところ、この子どもたち、トランプ政権の厳しい移民政策で当局に拘束された後亡くなったということなんです。ですからこれ一見華やかに見えるんですが、トランプ政権への批判が込められているというものなんです。